われたわけが今わかる。ラメはラメは風になり走れ、さっきののお前を超えてゆくんだ。立ち向かえ自分より大きなものに。そうさ、若さは燃え尽きない流星だ。モスの座を狙うスナイパーの企みに落ち、ベンたちはモスの軍団と正面から牙を合わせることとなった。そしてベンはモスの落とした巨岩の下敷きとなり倒れたのだった。一方銀はスナイパーとハイエナに追われて激流に落ちたものの、必死に泳ぎ切りスミスを引き上げたのだった。早くベンとモスたちに事情を知らせなくてはならない、そう心の中で叫び、銀は走った。だが、人間、伊賀の里に黒い影。兄貴！タケトラ！兄貴！何？ジャガーを襲ったのは俺たちじゃない。え、本当か？おい、ベーン、ベーンはどこだ？ジャガーを襲ったのはスナイパーなんだよ。そうさ、俺とギンはすっかり見てたんだ。なんだって、ベーン、どこにいるの？ベーン、ギン、ベーンは、ベンはね、どうしたの？どうしたんだ、クロス？クロス？ギン、ベンはお前の足元だ。ベン！どうしてこんなことに？小僧、ジャガーが生きていると言ったな。野郎ども、まずジャガーを探し出すのが先だ。戦争はそれからで。くそー、お前が、お前がベンを。どきな、あのベンのようにぺちゃんこになりたくなかったらな。くそー、キー、殺してやる、殺してやる。あいつ、なぜだ、なぜベンを殺したんだ、この、このバカ野郎。なんだこの小僧は。やるな、黙って見とらんかい。キン。相手は、相手は俺だ。子供に手を出すんじゃねえ。子供だと？それにしちゃいい度胸じゃねえか。小僧、お前がそのちっぽけな命を捨てるその価値が野郎のどこにあるというんじゃ。そんなこと、そんなことお前なんかにわかるか、野郎。うわっ。こうしゃぐな。銀のやつ、モスに傷を負わせたぜ。小僧、あの世で恨むんだな。霞だけのモス、てめえの血を敵に見せておいて、そいつを生かしておいたことはねえ。銀。
逃げるんだ、ユキ。もう逃げる。逃げる。待ってくれ、父さん。ジャガー、生きとったのかい。本当だ。ジャガーだよ。父さん、すべては仕組まれたことだったんだ。俺はこの銀という男に助けられたんだよ。何？確かに男よな、この小僧。じゃが遅かったぜ。え？事情は分かった。俺たちがはめられたこともな。だが戦争は始まった。ここでしまいにするわけにはいくめ。父さん。そうだろ、小僧。てめえのその目。どうあったって弁の敵を撃つ、そういう目だ。さあ、やろうども。戦争の続きじゃい。構造、どっからでもかかってきやがれ。望むところだ。待て。待て、銀。騒ぎまくるおかげで地獄から呼び起こされちまったぜ。ベン、生きてたんだね。ベン、本当に生きてるよ。こいつなんて男だ。負けもんだぜ。ボス、俺たちは仲間だ。仲間同士の争いほど愚かなものはない。そうなんだ、父さん。連たちはすごい目的を持って男たちを探している。赤兜という熊を犬たちだけで。黙らんかい。男を探してるだと。ならばベントやら、お前がどれほどの男か、この霞だけのモスに見せてもらおうかい。男は力じゃ。死の者の理屈を並べる前にこの俺を倒してみるぜ。ベン、危ない。ずっと、父さん、父さん、ボス、父さん、やろう。待て待て待て、いや、父さんの指令が出るまで手出しはならんぞ。じゃが、いつの間にかこの霞だけの閻魔大王の跡目らしくなったの。だがまだまだ男を脈く必要があるってもんよ、若いの。霞だけのモス以下50ともさせてもらうぜ。モス、赤カブトの噂は聞いとったわ。やつのいる王の双子峠、そこらわしの死に場所と見た。皆の者を従おうぜ。父さん、死にに行くのではないぞ、モス。生きるために戦うのよ。よかろう。この老いぼれ、100まで生かしてもらうとするぜ。ありがとう、モス。スナイパー様、どういたしましょう。これから足や。よーし。スナイパー様。見てるがいい。狙撃兵は狙った獲物は必ず倒す。
ついに霞岳の魔王も弁と志を一つにし、住み慣れた霞岳を後にした。弁の指揮する兵は70、一段と強固なものとなった。70の軍団はさらに南へ下り、丸2日走り続けると、三重は忍者発祥の地、伊賀の里にたどり着こうとしていた。やっと三重に着いたか。これからは長い滞在になるだろうな。長い滞在になる、どういうことだ、ベン。それほどどえらい男がいる。なに、この兵隊の数だ、負けやしねえ。それにモスのとっつぁんもこの通り元気だしな。おい、そのとっつぁんってのはよさねえかい、カイノ。いや、戦って倒せばいいという相手ではない。ん？よほど何か事情を引きずってる男らしいね、ベン。ああ、奴が今でも昔のような男だったらな。俺たちに任せろと言っただろうが。さあ、すごいや。聞いたら怒るだろうけど、いい料理長が仲間になったね。あ、まったく、とっつぁんのクソ力には恐れ入ったぜ。これで食い物を狙う以外にあんだけ素早かったら、俺たちもお手上げだよな。なあ。やろう、減らず口叩くな、肉食わせねえぞ。冗談だよ、冗談、とっつぁん。冗談ですよ。ベン、あんた本当に生きててよかったよ。俺もそう思うよ、クロス。地獄の一丁目はあんまりいいところじゃなさそうだからな。それにしてもスナイパー様もひどいぜ。群れに戻れって言ったって、どの面下げて戻りゃいいってんだよ。はあ、あ、これは腹が空いてんだろ、食いな。誰だ、やつは。どうした、銀。今確かハイエナの悲鳴が。ハイエナだと。なんだよ、てめえら。下にいるやつら、貴様の仲間が。そうともよ。俺をやってみろ、仲間が黙っちゃいねえぜ。ならば忠告しておく。仲間に伝えるがよい。ここより先、これ以上一歩たりとも足を踏み入れることはまかりならん。何？伝えたぞ。
か？あいつら。もし我らの言葉に従わぬ場合、その時は皆殺しになると思え。やっぱりハイエナ！やろう、よくも抜け抜けと。お待てジャガー、どいてくれアカトラ。こいつのおかげでロイドは。分かってるさ、俺だってぶっ殺してやりてえ。だがな、俺たちのボスはベンだ。奴をどうするかはベンが決めることだ。そんなことはお前さんだって分かってるはずだ。そうだろうジャガー。司令官、いやスナイパーはどうした？どこにいるんだ？話がある。知らないんだ。俺はただスナイパーに脅されてやったんだ。嘘つくんじゃねえ。あの時のてめえが脅されてる顔してたかよ。やめてくれ。本当なんだよ。ああしなければ俺がスナイパーに殺されてたんだよ。本当なんだよ、クロス。頼む、なんとか便利言ってくれよ。はっ。銀よ。俺のような苦烈な卑怯者を、もはや俺の部下ではないわ。ベン。やるか、ベン。ベン、あんたがすることじゃないよ。そうだよ。あんたがやるほどの価値もねえやつよ。なんなら俺が。いや、俺が。待て。ジャガー、俺の部下だ。俺が始末をつける。頼むよ助けた。今日のところはこれで見逃してやる。だがな、今度会ったら覚悟することだ。貴様が助かりたいと思ったらスナイパーを連れてこい。分かったか。甘い制裁だな、ベン。すまん、モス。こらえてくれ。じゃが、相手を殺すより生かすのが俺の流儀だ。じゃが、ここは一つベンの顔を立てなきゃなるみ。分かってるよ、父さん。よし、先を急ぐぞ。この野郎、ずいぶん上等な肉を手に入れたじゃねえか。待ってくれ。俺はもう丸2日何も食ってないんだ。返してくれよ。命を助けてもらったんだ。裏切り者が贅沢言うね。スミス、やめなよ。返してやってよ。分かってるよ、銀。ちょっとからかっただけで。ほらよ。すまねえ。なんだこの肉の匂いは。待て、貴様その肉どこから手に入れやがった。横取りさせねえぞ。これ俺の肉だ。バカ野郎、吐き出すんだ。その肉が何か分かってんのかてめえ。この肉は犬の肉だ。なんだ。アカトラ、本当なの？犬の肉って。悪い冗談ならやめとくれよ。冗談なんかじゃねえ。この野郎、共食いするとはな。やはり生かしちゃおけねえ。俺は何も知らねえ。もらったんだ。本当だ。もらっただけだ。誰にだ。お前たちは。やつらだ。やつらが肉をくれたんだ。何？
まるでムササビだぜ、奴ら。ベン、まさかあいつらがあんたの言ってた。間違いないだろう。伊賀の人権。伊賀の人権？ああ、忍法を使う。その大ボス、伊賀の赤目の部下どもだ。伊賀の赤目だって？その赤目って男、トモムイなんぞを部下に許すのか？いや、許すはずのない男よ。そう思って、ここまでお前たちを連れてきたんだ。だがそいつが、銀は忍犬の恐るべき空中攻撃を受けた。この人間たちの大ボス、赤目とは、果たして銀たちの求めた真の男なのであろうか。三兄弟モス軍団を仲間に加えた今、目指すは伊賀忍犬赤目。しかし甲賀の罠にはまったベンたちは、男と信じた赤目の前に次々と毒菱に倒れていった。銀よ、仲間の危機を救え。危うしベン忍者屋敷の対決。今耳を澄ますと男たちのドラマが聞こえてくる。